胃袋胃袋ちゃんシンガポール編。こんにちは、日本全部の市区町村通過中の原由香です。今回は日本ではなく海外へ。ゴールデンウィーク中なのにセール対象でびっくりしてジップ屋でシンガポール行ってきました。なんと片道30,000円。うわー、ジオゲスターで落とされたとこ。電車の中はこんな感じです。すごくね綺麗。口パクパクしてるけど何言ってるか分かんなかった。はい、乗り換えます。いや、なんかね日本よりもね綺麗な感じする。都会だ都会だ。でこの可愛い建物に書いてある数字なんですけど、調べたけど分かんなくて、何ですかね、住所。なんか住所の概念が日本と全然違うみたいなことは見ました。鳥がいる。おお、なんか変わった建物がある。おお、城っぽい。これはね車内にあるやつ。 IKEA だーって思って撮りました。はい、なんかねこれテルっていうか電話かと思ったけど違った。えい、おお取れた、やった。これ何、すごい速いんだけど。え、速っ、雨だから地下を歩いてたら見つけたゲーセン。これね伊勢丹が一部入ってる謎のビル。高島屋の4階の紀ノ国屋にねホロライブコーナーがありました。晴れたから外出てみました。外観はこんな感じ。ジオゲスターで見たことある場所でした。はい、ローズちゃんです。なんかねローズちゃんドールコレクションっていうのがあったんですよ。こんなにね集まってるの初めて見た。ケロッピだよ。シンガポールのサンリオストアです。すごい。そして地下1階にはねバチャコーヒーっていうのがあるんですよ。これねモロッコのコーヒー専門店だそうで、日本にないんですよね。クロワッサンめっちゃ美味しかったです。めっちゃ気合入ったカフェはすごい並んでるらしいんですけど、ここ並んでなかったんで、よし行ってみようってことで入ってみました。私コーヒー飲めないんですよね。クロワッサン2個で816円高いなと思ったんですけど、食べたらうまいってなりました。このねカップとソーサーにもねちゃんとね細かく柄が入ってるんですよ。綺麗ですね。コーヒーはねワンポット1020円ぐらいなんですけど、3杯ぐらい飲めるんで、あの2人でね分ければすごいいいんじゃないかなと思います。でコーヒーにね入れるクリームらしいんですけど分かんなくてそのまま食べました。でこれもなんかよく分かんなくて甘かったです。はい、もうこれほんと美味しかった。もうこれは食べるべき。シンガポールにもダイソーはありました。限定商品もありました。電車に乗って移動します。いやもうね暑くて電車乗るたびに、あ涼しいみたいな、すごい真夏の気分を味わいましたね。これ薄い建物があったね、撮りました。シンガポールのローカルコンビニチアーズっていうのがあるんですけど、これ100店舗以上あるらしいんですね。でもねセブンイレブンは500店舗以上あるらしいです。すごいな、これチャイナタウンですね。でねもうねセブンイレブン本当にいっぱいあった。めちゃくちゃあった本当に。面白い建築物。歩いてたらたまたま通りがかったんですよ。ここ、こっちは有名なオテイラです。なんかすごい全体的にめっちゃ面白い、この世界観が、建物の世界観がすごい。ここが有名なマックスウェルフードセンターです。こっちもそうなんかな、すごい。さあ行くぜ。おお、空いてるじゃん。ここが VTuber のポンポコちゃんが言ってた方向、ヘンヘンって書いてあるね。並んでません。なのであっという間に来ました。うまかった。喉が渇いたのでねジュースを買いに行きます。パパヤミルク。あー、はい、カードで。ノーカード、はいはい。ジャスト50ユニー。お、平均。お、これは何？アストロ、ストロ。はい、平均。買ったぜ。
ここがね、有名なお店、大人気のテンテンはめっちゃ並んでました。ここだ、よかったって、よかったよ。ここはね、杏仁豆腐が有名なお店です。何にしようかな。ローバン豆腐っていうお店です。だから豆腐屋さんです。あ、おお、すごい。豆乳感がすごいんだけど、だいたい値段はね300円しないぐらいなんですけど、めちゃくちゃうまいっす。これすごい溶ける。もう暑い中食べるのにこれ以上最適な甘いものなんてないんじゃないかっていうぐらいマジで美味しかった。だからね、豆乳も買った。美味しい。味うまい。コナンがいた。はい、移動します。これがね、駅の雰囲気で、カードでねタッチして乗れるの便利ですね。はい、乗りまーす、ね、なんか車内の電光掲示板みたいなやつ、なんかね、あるのとないのとあるような気がする。今日めっちゃ何度も雨が降る。滝だよ、滝。ムスタファセンターでピク様が悲惨な目に遭ってた。駅のね、小さいニューデイズぐらいのセブンイレブンありましたね。ルミネだー。めっちゃ綺麗。ここはね、調べてる時めっちゃ紹介されてた。めっちゃ可愛いんだけど。もう日暮れてきたけどね。わーい、来れてよかったよ。マリーナベイサンズ様がいらっしゃるからか、ここから見えるからご飯食べようぜ的な。へえ、すごい。マリーナベイサンズ見えないようにさ、カーテンしてある。絶対に写真撮らせない。もし撮りたければお金を払えてることだと思う。あ、やばいって書いてある。やばい居酒屋。はい、だんだん暗くなってまいりました。真上にお月様があります。わー、これはすごいよ、マジで。これかっこよすぎんか。すごいね。なんか電車の車両が乗ってるみたい。ででー。ここは本当にね、 iPhone で撮るだけでもめちゃくちゃ写真が綺麗に撮れる場所でしたね。これ以上うまく撮れる夜景ってないんじゃねっていうぐらい、なんかね、カメラに優しい夜景でしたね。なんか撮るの難しいなって全然思わなかった。さあ、もう帰る時間が迫ってまいりました。え、大きいしすごいんだけど、これ何？なんかわからなくて頼んじゃった。なんかいろんなものがある。すごい、テンション上がる。1300円ぐらいかな、わかんない。そんなもん。思いっきり辛かった。何もかもが辛かった。すごかった。美味しいけど辛すぎた。こちらシンガポール名物、甘い紅茶と甘いコーヒー、めっちゃ美味しそう。この辺コンプリートしたい。売ってたお菓子全部一切れずつ買いました。2000円ぐらいで。こっちはね、 TWG のマカロン、免税の方がお得です。シンガポールの TWG のマカロンのが好みの味でした。なぜなんかね、パックマンとかね、片隅に置いてありましたよ。で、このね、ターミナルの間を移動する電車、ジュエルの中に突入するところがね、どうしても見たくて乗りました。めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗。おー、いいですね。
次は絶対昼間も乗ります。すごい。同じような感じで、まあ設備的には変わらないですね。はい、飛びまーす。そして夜食はバターチキンカレーです。さっきもカレー食ったよ。これはこれでね、美味しかったですよ。思ったよりお腹いっぱいになった。はい、翌朝、これはね多分茨城県の大きな川だと思います、このルートを見てると。はい、Welcome to Japan! 日本に戻ってまいりました。いや、任天堂すごいね。荷物を受け取って帰りました。はい、ご視聴いただきありがとうございます。高評価、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。今回の旅の成果は 0.0% です。いやー、飛行機でもね、一切何にも反応しておりませんでした。行きも帰りもね。Wi-Fi あったんだけどね。ダメでした。というわけで 57.5 のままでーす。いや、お土産ですけど、このね、ポケセンで買ったのはこの、ラクサラーメンですね。こちらね、箸とスプーンがついてるセットになったやつだったんですけど、ピカチュウが書いてあると思うじゃないですか。なんとピカチュウ一切書いてないお箸とスプーンがついてました。なぜ私はこれを買ったんだろうかと、ちょっとね寂しい気持ちにはなったんですけど、まあポケモンパッケージはねシンガポールのポケセン限定なので、まあね、思い出はプライスレスだと思って、いい思い出にします。あとはね、なんかねポケセンにシンガポール限定のぬいぐるみのピカチュウがいるらしいんですけど、私が行った時は売り切れててなかったんですよ。だからぜひね、今度はね、ある時に当たるといいなと思いながら生きております。さあ、来週はまた日本に戻って旅をし続けますので、よろしくお願いします。トマックパトロール、ハライクでした。バイバーイ。